はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのヘブンドッグをプレイしていきたいと思います。こちらはですね、2023年にアーリーアクセスが開始予定みたいですね。プレイヤーは海に浮かぶ小さな島で目を覚まし、その場所に流れてきた資材をもとにウッドデッキを拡張しながら、いろいろな設備を整えていくというゲームです。もちろんサバイバル要素もあるので、水と食料がかなり重要になってきて、自給自足を達成し、旅人を招き、彼らのニーズを管理し、新しい施設を研究し、彼らを満足させていかなければなりません。その後ですね、潜水艦を作ったり、新しい島を発見したりしてですね、どんどん複雑な資源を生産していけるようになるみたいですね。さあ、こちらの方をプレイしていきましょう。さあ、まずは名前と顔とか決めれるみたいですね。よし、適当にちょっと顔とかは決めましょうか。呼び名みたいなのも決めれるのかな。さあ、まあ、ヒーとヒムでいいでしょう。まあ、顔の方も特に自分はこだわりがありませんので、まあ、ニコニコな感じでいきましょうか。というか、漂流してるのにこんなニコニコでいいのかわかりませんが、こういうキャラクターでやっていきましょう。あ、遅れましたが、こちらの方ですね、日本語には非対応となっていますので、いつも通り Google レンズでプレイしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 You wake up in a daze on a small sand bank. You appear to be stranded in the middle of the oceanYou find some wood to build a makeshift deck using rocks as tools. Looks like you have to build more decks and expand. You have no recollection of how you got here, but you must find a way to survive. And pray others will find you.さあ、ということで始まりましたね。むっちゃサバイバルすることになったのに笑ってました。さあ、左の方にタスクがありますね。 Move with WASD ということで、まあ、こちらの方は動き回れとか、プレスオア to、 なんだろうこれ、カメラ、ミドルマウスボタン、ホイールで、回転できるよってことかな。そしてコレクトフローティングプランクスを2つですね。これ遠いと取れないみたいですね。よし、なんかこれあれか、漂流しない逆ラフト的な感じですかね。次にフューデックスなので、こちらかな。ベースでデッキを何個か作れと言っても、3、とりあえず3つ作っとけばいいのかな。よし、これを行って箱取れる、箱取れる、トゥーファー、よし取れた。さあ、取れた。そして次ですね、次はポンプを作る。ポンプ、こいつか。水が必要になってくるからかな。これを作ればいいのかな。さあ、作れません。ここには作れない。どこに作ればいいんだろう。回転が R、 こんな感じかな。足作れましたね。よし、そして水を溜めるのかな。ポンプからの海水ということで、あ、コントロールプラスクリック。待ってよ、これでいいのかな?コントロールクリック、テイクリソース。これで水を持っていくってことですよね。ポンプまず押して、水を入れないといけませんね。さあ、ジャーって入ってますが、これでいいのかな?さあ、とりあえずコントロールを押しながらクリックで水を入れます。OK。さあ、次に入れるのは蒸留機を作るということで、これのことかな。これを立てていく。これもちろんあれなのか、矢印が人の方向ですかね。ここら辺で立てておきましょう。さあ、そしてこれで水を入れて、どっちだ、インサートなのでシフト&クリックか。水を入れて蒸留を作ると。で、水を2つ作りましょうということですね。魚はどうなんだろうこれ。あ、魚も、あれか。
釣り竿とかなくても全然取れる感じですね。奥の方に何かあるのが気になります。さあこちらの方は水が今アウトプットの方は1も溜まってませんので1個溜まるのを待ちましょうか。さあ勝手にですねとりあえずこちらの方にデッキを作ってしまおう。木材の方はそこそこありますからね。1個で5減りますが作っていきましょう。あ、なんかこっちは無理なのか。これ作れない感じですかね。まあいいか。とりあえずここまで行ったら、あとは資源を取っていきたい。場所が足りない。でっかい魚はなんだ？トゥービッグ。大きすぎるのか。さあ水の方が1個。あ、これやばい。1個しかできないのか。1個ずつ取らないといけないので、もう1個できるのを待ちましょうか。ああ。なるほど。ウォーターポンプを行く。水を貯める。あ、なるほど。これで、水をいっぱい取っとかないとダメなんだ。さあ、とりあえずこれで取っておく。そして、この中に入れておこう。このポンプはずっと稼働中でいいのかな。さあ、こんな感じで、そしてここに入れていくのかな。ノーコレクト。インサートだからまず入れないといけないんですね。で待ちましょうか。魚は取れない。ギリ取れませんね。こっちの方に台は伸ばせるのでこれで取れるか。ペンギンさんがいますね。さあペンギンさんに話しかけることができました。ペンギンが変な音を立ててます。それは攻撃的に見えいつでもあなたを攻撃する可能性があります。わ、なんか危ないな。さあこちらの方はなんだろう、フード3匹あげる。ゴールデンフィッシュを1匹あげる。こっちをあげましょうか。さあ、魚をあげます、あげれません。さあ、なんか出たぞ。さあ、とりあえず今これで水の方ができたかな。はい、これで2つ OK ですね。こっちのゲットウォーターは OK なのかな。さあ、次は、ビルドはワークショップ。ということで、ワークショップベンチ。これを作っていきましょう。ここら辺で作るか。よし、とりあえず作った。さあ、リサーチをして、アグリカルチャーですね。農業を研究する。これでリサーチするのか。農業の方をリサーチします。あ、これには水が2つ必要なのかな？ポスト。さあ、リサーチスターテッドということで、ヒント、ワークショップを離れても研究は続行されますということで、あ、はい、これで終わりましたね。アグリカルチャーということで、ファーム、そしてなんだこれ、バードハウス、そしてトラップですね、ができたということですね。さあ、これでフード関係のファームが作れるようになりましたよと。材料の方は、なんだ、木が5に砂が3ですね。やばい、もう木がないぞ。木がないので、勝手にいろいろ建ててしまいましたからね。こういう木材を取っていかないといけません。花と石は取れない。さあ、夜になっちまってますね。よし、これ消したいんだけどな。どうしたらいいんだろう。さあ、木材の方を取る。よし、これリサーチはどうしたら消す？出る？あ、やばい。これ、間違えた。よし、こちらワークショップの方が消えてしまいましたね。これは立てておく。フードからファームを立てる。うん、ここでいいか。さあ、そしてオープンザフードタブを開いて巣箱を2つ作るって言ってますね。バードハウスを2つ作れって言ってます。これも木の方がどれぐらい必要なんだ。木が5ですね。必要なんでギリギリ立てれるかな。ここと、では、ここに1個立てておきましょう。あ、トゥーファー。もっと近づけってことか。よし、OK。さあ、次、コレクト2ベジタブル。ということで、種とかまだ何も植えてない気がするぞ。シフトクリックでインサートリス、これのレタスを植えると。さあ、こんな感じでいいでしょう。材料じゃんじゃん集めていかないとダメですね。漂流してくるものは溜まってるんかな？よしよし、いけるいける。ちなみに自分のスタミナとかはここですね。喉の渇きとかもありますが、
水もうないよね。あ、水1個だけあるのか。水1個だけありますので取っておきましょう。で、こっちもポンプ稼働させて、もっと食塩水、海水ですね、集めて水を作っていきましょう。よしよしよし。さあ3つ4つぐらい作っておけばいいかな。さあこれでとりあえず4つ作りましょう。水4つゲットする。さあここに入れておきましょう。どうだ、4つ入れてありますね。これで大丈夫。よし、え、 OK。 でベジタブルの方が、こちらの方が水やりは必要ないのかな。水、あ、ウォーターやっぱり必要ですよね。水がないとダメ。とりあえず1つは今出来上がってるのかな。1つも出来上がってませんね。アウトプットの方は出来上がってませんので、しばらく待ちましょう。その間に魚とか木を集めておきたい。さあ他は何も来てないな。よしよし。とりあえずあの鳥さんのところまで行きたいですよね。あ、ひょっとしてあっちにもうすでに野菜ができてるから、あっちに行けということなのか。あー、 D ビルトで違うやつを、ブリッジを作らないといけないのか。ここは勝手にブリッジを作っていきましょう。これはどうなんだ、ブリッジ1個しか作れないけど、あ、ではダメだな、ブリッジだけですね作れるのは。ただなんだろう、この鉄材みたいなのがないからイナフですよね。まだノットイナフなので、しっかりと作らないといけませんよと。水をゲットする。こいつに水をやるか。水をあげると、あ、少し早くなるのかな、少し生産能力が上がるのかもしれませんね。さあその間は待っていましょう。さあレタスの方が2つ出来上がりましたね。これを回収しましょう。さあこれでとりあえず次のタスクに行けますね。さあワークショップで木炭を研究するとありますので、こちら研究していきましょう。ちょっと面積広げましたので移動させますと。リサーチで木炭、これか、キャンファイヤーみたいなやつですね。これに野菜が2つ必要なんで、これをリサーチしていくと。あ、これは離れたらダメそうですよね。これによって、なんだ、チャコールメーカーが作れて、あとグリルも作れますよということですね。ちなみにこの、あ、やばい、これ大丈夫？大丈夫だね。こちらの方は、なんだろう、これ。ペンギンの糞があれば、こちらの方、肥料の方が研究できますよと言っています。さあ、これで OK できましたね。さあ、これでリサーチが終わりました。次はどうすんだ？さあちょっとここのところ消したいんだけどな。これの、あ、消えましたね。そしたらビルトはチャコールメーカー、こっちかな。チャコールメーカー、この焚き火みたいなやつを作っていく。石が必要でしたね、これ。で、まあ、木材を入れることによって火が起き、炭ができると。まだ木はいっぱいあるんで入れときましょうか。6個まで入るみたいですね。えらい勢いで火回ってますが。よし、これを OK。一本の丸太から二つ出来上がるみたいです。よしよしよし、オッケー。徐々にでっかくなってきてますね。よいしょ。さあ、こちらの方も。さあ、これでチャコールの方はゲットできたので問題ないでしょう。さあ、次はクックハウスですね。こちらの方を研究すると、これですね。これによって、でクックハウス、何、ダイニングテーブル、そしてなんだ、スナックスタンドっていうのが作れるようになります。さあこれ必要なのは、炭ですね。が炭があれば研究ができるということで、ちょっと焚き火の方がうるさいですが、このまま研究していきましょう。もうすぐ完成ですね。はい、完成しました。よし、これで OK。次にクックハウスを作りなさいということで、クックハウス作っていきましょう。クックハウスどこだ？フード関係なのかな？クックハウス、まあ、キッチン的なものだと思いますが、これを作っていきましょう。こっち側でいいかな？さあ、ここにちょっと作る、作れない。
木が、あ、レタスが5、野菜が必要なのか。ここには種が植えていかないといけませんね。よいしょ。で、水も入れていこう。種はこの鳥の巣からもらうことができます。で、水が必要なんだよね。水の方があと2しかありませんので、ポンプで水汲んで、水をしっかりと上流にかけておきましょう。これぐらい取れるんだろう。これも6ぐらいは持てるのかもしれません。よし、とりあえず2つ目3つぐらいあればいいかな。ポンプから直接こんなかぶち込んでほしいですね。よいしょ。さあ、3つ取ってこの中に入れると。あ、なるほど、カッコールがあれば少し早くできますよということで、速度アップもしておきましょう。さあ、こちらの方はチャコールの方を回収する木材を入れていくと。さあ、これでいいでしょう。こっちの方は種を植えて水入れていく。水はまだあるかな。全部入れちゃってもいいか。よしよしよし。さあ、とりあえずこのキャベツ、レタスかな、がいっぱいないとダメですね。さあ、ボックスめちゃくちゃいっぱい入ってた。ボックスには品物がいっぱいありましたね。いろいろ取っていかないといけない。さあ、ちなみにこれお魚さんをあげると鳥さんも早く動くということで、何かしらの促進剤みたいなのが設定はされてるみたいですね。さあ、レタスが今3つ、研究にはレタスが5つでしたっけ。なんだ、違うな、キッチンテーブルだ。キッチンテーブルを作らないといけないんですから、これがレタスが5、木が10ですね。レタスをとりあえず作りましょう。さあ、これでレタスの方が5個取れましたので、こちらですね、フードスキーハウスか、こっちの方立てていきましょう。次に、照り焼きをクックハウスで作れと言っていますね。これか、照り焼き。さあ、これで、入れていくのは、まずはチャコールを4つ、野菜がない、魚と水は、あ、魚もないのかな、魚もなくなってますね。ということで、もう少し野菜を作ったり魚を取ったりしていきます。さあ、照り焼きの材料ができましたので、これをクックしていきましょう。あ、向きが思ったのと逆方向だ。むっちゃ楽しそうに料理してますね。さあ、こんなサバイバルですが、しっかりと料理していきましょう。さあ、次にこちらの方ですね、研究、浅瀬を研究しましょうということですね。これなんか20個あればできますよというのが、あー、なるほど、できるんですけど、これ研究してないからできないのか。さあ、こちらの方、次は研究していきましょう。ワークショップで浅瀬、これかな、橋のことかな。さあ、これをリサーチすると OK ですね。できますよと。他のものもちょっとリサーチできないのかな。これできますね。ウォータータンク、さあ、こちらもウォータータンクもできますよと。さあ、研究の方まだ進んでますが、どうしよう、自分がいないとダメなのかな。まあいいや、とりあえずここの、砂場のところに開けますよと。おお、なんか船来た。船来たぞ。船来たよ。さあ、こちらの人は、最初の入植者が到着しました。彼に話しかけると。そんな、なんで分かったの？こっち来たって。よいしょ。話しかけていきますと。さあ、こちらの方は、私は別の生存者に会えるとは思っていませんでした。そして、ここで私は一生、バレーボールと話し続けることになるんだろうと思っていましたと。さあ、こちらの方の DC370 の残骸を有効活用されていることが分かりますと。さあ、ここ選択肢の方は、あなたは誰と、もう一人の生存者ということで、まあもう一人の生存者っていうのをやりましょう。さあ、そうしたら、この人は私は知っていると、私は私だけだと思っていましたと。特にあなたはおそらく私が誰なのか疑問に思っているでしょう。アルフと呼んでください。私は何日も航海してきましたが、いつも墜落現場に戻ってきますと。ジョインミーということで合流しましょうということですね。しかし、ここには空き家がないようですと。
あなたが家を建てるまで私はここで待ちますよということで、家がないんですね。さあ、ということで次に Get Through Me と、こちらの方がなんだ、肉を2つ取るのかな。ヒント、農場でハンバーガーを育てます。バーガーだからそういう役になってしまってるんですね。ちょっと待てよ、家を建てないといけないんだぞ。まずこれやばい、建てれない。リサーチ、これか。家をやるには建てないといけない。農場だよね。農場、農場で肉が建てないといけないと言っていますが、ちょっとよくわからないな。さあ、少し探してみましょうか。これかな、トラップが必要なのかな。さあ、これちょっと仕掛けてみましょうか。トラップを仕掛けておくと肉が、ウッドトラップですよね。さあ、チューズ、何を餌にしておくかかな。野菜があるのと、こっちは魚がありますので魚入れておきましょう。これしばらく待ってると何かがかかって肉にできるのかもしれませんね。さあ、これですね、てっきり肉とかができるのかと思ったら羽でしたね。さあ、こっちの方はどうだ、魚、あ、骨か。これどうなんだろう、ウッドトラップの方なんですが、ひょっとしたらこれランダムなのか、何か置いたものによって変わるのか分かりませんね。ちょっと一度もう一回ですね、野菜と、お肉の方を置いてみようと思います。はい、さっぱり分かりませんでしたが、こちらですね、ファームのところで作るものをアウトプットが選択できましたね。ということで、これ結構待ってたんですが、これではお肉はできずに、こちらファームでハンバーガーを選択すると、このお肉が作れるということで、ちょっと時間の方がこちらもかかりますね。水の促進剤入れてますが、まだまだできませんので、こちら2つできるまで待ちましょう。さあ、こちらですね、罠に魚を入れておいたんですけど、それでもうお肉とか取れましたね。種とお肉。これ、ひょっとしたら置くものによって変わるのかもしれませんが、あ、なんだろう、これ。アウトプットがフルになってますね。あ、骨があると。あ、なるほど。骨を取ってなかったので、レタス入れてもダメでしたということですね。さあ、ハンバーガーの方が1つ取れてますので、これ、お肉が2つですね。なりました。なるほど。別に畑でも取れるし、この罠の方でも取れるということなので、こちらの方は少し入れておきましょうか。魚の方は余ってますよね。こちらの方入れておきましょう。さあ、これで研究開発で家の方を研究すると。これができるようになれば家が建てれるんですね。ちなみにこのウォーターポンプとかも勝手に作っちゃいましたが、ウォーターポンプとかも出来上がったので、設置だけできるようであればしてみたいと思います。ただ、どこにあるのかはわかりませんので、ちょっと今はまだ設置できないのかもしれませんね。さあ、ハウジングの方がリサーチ終わりましたね。これで家が建てれるようになります。あ、これでウォータータンク作れるのか。なるほど。まず、自分の家を1個建てましょうということで、結構この土台の方は広げてありますので、家の方を建てていくか。どこら辺に建てましょうかね。ここを町みたいにしていきましょうか。1個建てる。インバイトザニューシェルターオンボードって書いてありますね。こちらの方で1人、なんだろう、招待するのかな。新しい入植者の船を待つと。この人がいましたので、この人を入れてあげましょう。さあ、これで OK、イエス、よし、仲間になりましたね。さあ、次にリサーチロックスってなってますね。この人は何をするんだろう、なんかしてくれたりするのかな。特に、あ、なんかお腹が空いてるとか、笑顔とか、なんかなってますね。さあ、クックハウスって。なんか野菜を取ってって、勝手になんか料理かなんかしてくれるのかもしれない。続いては、どれだ？ロックス、これかな？これですね、スリーピングロックス。こちらの方を、リサーチしましょうということなので、これを、調べていきます。さあ、その間にですね、できてるものが何かないか見よう。種の方は、
かりと加えておきましょう。鳥の方も種がいっぱいですので取っていきます。さあ、 OK、 ちょっと待ってね。まずは魚入れて種ゲット。こっちの方も種、水入ってますね。大丈夫ですね。さあ次に、スリープロックスを作らないといけないのかな。シェルタートゥースリープオンって書いてありますね。どこだ？これですね。これを何をするんだ？これいっぱい書いてあるな。入植者が眠ることができる硬くて丈夫な岩と、睡眠が30未満の入植者は睡眠を40回復するためにここに来ますと。これは何が必要？石が5個、石ありますね。え、こんな感じなの？そうなんだ。さあ、これをこっち側に設置しておくか。これで疲れた人は寝るということですね。自分も寝れるのかな？その前に自分の食べ物とかがちょっとなくなってきましたね。食べておこう。さあ、これで OK。次にウォータータンクを作る。ウォータータンク研究してあるので大丈夫ですね。これも向きあるのかな？これは向きがない。隅っこの方に置いておきましょうか。スキューバダイビング。リサーチスキューバダイビングということなので、スキューバダイビングを研究すると。これなんかむっちゃ野菜並べられてるし。さあ、スキューバダイビングはこれかな？木材が必要なので、これは簡単にできますね。ということで、こちらの方は置いておきましょう。あ、水。ああ、えらい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 。水入れといてくれるんだ。そういうこと。この人働いてくれるんですね。かなりありがたいぞ。ちょっと待ってよ。じゃあ、これ、水をいっぱい作っておけば、この人はしっかりと働いてくれると。さあ、スキューバの方できましたが、ちょっとウォーターポンプで水を入れておこうと思います。多分4つまで入るので、これで2つ、3つですね。あと1個だけちょっと浄水にしておきましょう。はい、これで OK。さあ、これで4つ入れておく。そうすると、多分水が出来上がったら、こちらの方に勝手に持ってきてくれるんですね。よしよしよし。さあ、次に、スキューバダイビングのスキューバステーションを建てるということかな。そして砂を集めると。クラフティングでこちらですかね。スキューバステーション。これをどこに建てるかだな。こっちの隅っこに建てておきましょうか。これを建てる。して砂を取る。砂。さあ、酸素ボンベがあればもうちょっといけるということで、ノーワーカーになってますね。自分がダイブするしかないのかな。自分どこ行った？どこ行ったんだ？どっか行きましたね。どこか分かりませんが、とりあえずこれで砂が取れるみたいですね。さあ、これで OK。 砂が取れますかね、これで。はい、砂が取れた。 OK。 そして次に、スメルター、あれか、溶かすやつか。ガラス、レンガ、そんなのないぞ。レンガがない。レンガがないので、レンガを作る感じなのかな。よいしょ。あ、立てれましたね。これは大丈夫だった。スメルト、テンガスフロームザス。これでガスを作れと。ガス？ガス？あ、グラスか。グラスを作れということで、グラスを作りましょう。で、これが何個作らないといけないんだ。1個ずつしか作れないのかな。しばらくはこれをしていかないといけないので、このまま行きましょう。あ、なんか人間が加わるとちょっと早くなるっぽいですね。いや、これ結構かかるぞ。さあ、1個ずつ入れる。もう1回やろう。ブル、あ、ガラスを取らないといけないのか。さあ、こちらの方を。あ、もう一気にできるのか？こういうこともない。さあ、ガンガン作りましょう。あと2つ作れば、とりあえずこちらの方は OK ですね。さあ、黄金のゴールデンフィッシュはあるので、これですね。ペンギンさんにちょっとあげてきましょう。よいしょ。さあ、こちらを入れる。さあ、リンクスできましたので OK。さあ、この間に野菜の方からはまた骨とかが取れてますね。お肉は今回取れなかったのか。さあ、バーガーですね。水入れて、ちょっと早くしておく。種もゲットする。よいしょ。さあ、こっちのレタスはどうだ？
水入れておかないとダメ。あ、やばい、水なくなった。水がなくなったぞ。水がここの持ってかれてますね。問題はここで水がちゃんと飲めるのかですが、よいしょ。あ、ドリンクで飲める。あ、飲んでる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 。さあ、水飲んでますね。さあ、ということで、あとはこのペンギンさんにゴールドフィッシュを渡したい。ゴールドフィッシュあげますよと。はい、こちらの方でペンギンさんが言っています。さあ、ペンギンは魚をむさぼり食いますと、それは大きなゲップを出し、目の前の地面にうんちの山を排泄するので、恐怖で見ていられませんということですね。わら、あ、これでピックアップか。そうか、オーサムということで、これで肥料とかが研究できるんですね。ここが研究できる。他には何か、これらも研究。あ、これはチャコールがもっといっぱい必要なのか。いろいろなものがどんどん研究できますね。よし、チャコールも作っておくか。木材はいっぱいありますので作っておきましょう。さあ、次にダンスフロアを作らないといけないのかな。タスクの方はダンスフロアを作れば入植者が喜びますよということで、家関係どこだろう。ダンスフロア、こちらもちょっと探さないといけませんね。さあ、なんか、新しい人が来ていましたね。さあ、水を2ありますかと、あれば乗船しますと言ってますが、他にはなんだ。あ、そうか、水今2持ってないんだ自分。ちょっと待ってもらいましょう。私は今、それではまた持ってくるまで待ってますよと言っていますね。この水勝手に持っていかれてしまってて、自分自身が水を2を持ってるわけではないんですね。ということで、これ水を回収して、あ、こちらで蒸留しましょう。さあ、これが水ができたら多分この人が新しく仲間に入るみたいですね。さあ、そしてダンスフロアの作り方が未だにちょっと分かっていませんので、どんどんですね、作っていこうと思います。家の方はもう一個一応建ててはみましたが、今のところまだ、この人が入る余裕があるだけで自分の家まではたどり着いていませんね。さあ、水が2できましたので、この人を仲間にしましょう。さあ、これで2人目の仲間が入りましたね。さあ、ここからなんだよな。ダンスフロアがわからない。ダンスフロア、イッツ、リアイス、シェルターズ、ハウス、エンター。これは入れるんですよね、きっと。こっちのハウスも入って、この中に特に何かを作れるというわけでもありません。これかな？さあ、適当にとりあえず何かしていって探してみたいと思います。あ、これダンスフロア見つけましたね。ガラスが10枚あれば作れるということ。デコレートの中に入ってましたね。さあ、ということで砂がないので、砂をもう一回取ってこないといけないな。さあ、またですね、新しい人が来ましたね。この人は何を欲してんだろう。さあ、あ、食べ物をくれと言ってますね。食べ物はありますので、仲間にしました。家の方がないので、こちらも家を作ってあげましょう。この家なんですけど、さらに重ねることもできるみたいなので、一旦重ねてみようかな。でも入り口がないと困るので、一応家は建てておきます。さあ、ガラスの方がもう少しで10枚立ちますので、こちらの方を行きましょう。あと1枚。さあ、一応人の方にはガラスを作れという命令は与えてありますので、ガンガンガラスを作ってもらいましょう。さあ、この人は水を取る係ですね。水を取ってもらうために、あ、勝手に入れてくれてるのか。蒸留してくれてますね。さあ、こちらではガンガン砕いてガラスを取るということで、ガラスができてます。これで OK。もう一個作れる。さあ、入れておきましょう。これでダンスフロアが作れます。あ、ちっこいな。ちっこいですけど、ダンスフロア出来上がりますね。よし、ここで踊ってもらおう。あ、なんかすげえにぎやか。あ、踊り出した。踊り出しだし、
出しましたね。これどうだ、自分もいけるのかな。自分はシフトでダンス。ちょっと顔でかいな自分。さあかなり違いますが、うん、踊ってますね。さあこんなサバイバルにこれが必要なのかは分かりませんが、さあ次行きましょう。灯台に達するために3つの橋を設置しますということで、あ、灯台に行かないといけないのか。ここじゃなくて間違えて鳥小屋の方に橋を立てていってしまいましたが、ここですね、3つ橋を立てて OK と。さあここに行きましょう。リペアで鉄が10必要ですので、鉄を集めないといけません。さあガンガン人が来ますね。ちょっと家の方を先に建てておくか。家がもっといっぱい必要かもしれん。木材だけで建てれるのでこれは特に気にしなくていいんですが、さあこちらの人の要望を見てみましょう。あ、レタスが4つ必要と、これはありますので入れましょう。これでですね、仲間が何人だ、4人になりましたね。あと3人は入れます。さあこちらの方をですね、今ガラスなんですが鉄ですね、これを作らないといけないので、こちらの方を作っていきましょう。さあこれで石の方、石っていうか鉄鉱石ですね、これは自動的に取れますのでこちらで作ってもらいます。さあアップグレードの方は浮きがないとできない、そしてオキシゲンタンクがあれば300秒ですね、早めることができるんですが、今のところありませんのでこのまま待っていきましょう。さあ次は何だ、スチールが10必要なのでやっぱりあと4は必要ですね。こちらの方作っていきます。さあ宝箱でゲットしましたので、このまま灯台を直していきましょう。さあトゥーファーか。さあリペアで灯台が直りました。さあ、お、なんか新しい人来ましたね。灯台をオンにするとその光をたどって遠くで小さなボートが灯台に向かって進みますと。さあ新しい人が来やすくなるということかな。さあこちらの方では、さあどうだ、お前は、よし、ちょっと待ちましょう。おい、素敵な住居地ですが私は引っ越しません。私は海のスカベンジャーです。より多くの鋼を手に入れる方法を考えていますか。で選択肢の方もあると、トレードするよということで、トレードができるみたいですね。この人が持ってるのはこんな感じかな。さあ他には何だろう、トレーダーズ、何をあげればいいのか分かりませんが、バリューがとりあえずこれで75、照り焼きの方が10ありますので、あと5を何かあげれば、グラス1個で5か、これで同じですのでとりあえずこれでいいのかな。ハンマーの方が欲しいかな。ハンマーはダメだ、できない。さあとりあえずこちらの方を1個10個交換しておきましょう。はい、トレードイエス。さあこれで OK ですね。あ、なるほど、トレーダーが来るということですね。ライトハウスを、直すと。さあそしてですね、次ですが魚を調理して調理済みの魚を8匹入手すると、トレーダー範囲の研究をしてください。新しいトレーダーに出会えるかもと言ってますね。これ登る、さあ登ることもできるのか。そしてぐるぐる、ま、見ることもできるんですね。さあこれはもういいよ、もういいよ。さあ降りたいんですけど、降りることはどうしていいのか。よし、できましたね。さあこんな感じでどんどんですね、無人、あ、誰か骨折してる、無人島にですね、自分で漂流物を使ってどんどん街を作るというゲームがこちらのゲームとなっています。こちらはデモ版がありますので、ぜひプレイしてみてください。動画の概要欄に URL の方は掲載しておきます。それでは皆様ありがとうございました。